見えてますか？皆さんこんばんは、和道です。今日は2018年の6月の10日、23時54分です。よろしくお願いします。夏さんお疲れ様です。どうも。夏さんご無沙汰ですね。楽しんでってください。こんばんは、音 OK？ ありがとう。はい、ワードつ。お疲れ様です。はい、お疲れ様。メアリーラブいらっしゃい。お疲れ。今日の動画でも振り返ろうか、じゃあ。スピーカーの音はこっちで出てんのか。一緒。
げる。はい、ワド2、ステアカさんいらっしゃい。楽しんでてください。今日の動画です。お疲れ様です。ワダアメさんお疲れ。膝を内側に入れる、内側に入れる意味、そうそう、で、ボール、パンチ1個分、あっち、当てますよ、1個分、そう、それどんどん前に来る、そう、いいですね、そうそう、もう一回行きましょう、スイッピングはやらないとダメなの、当たっても全然痛くない、当たっても痛くない、で、あ、ごめんなさい、距離を潰して、ワドさんの力抜いて、この腰を、例えばこの腰をここに当てるとしたら、どうなります？そう、それで肩が平行に上がります。その瞬間に肘を上げるだけ、それで蹴ってみましょう。そう、いいですね、めちゃくちゃいい。はい、部長、そう、少し遠かったらこれを鋭角にする、ごめんなさい、鈍角にする、はい、そう、でも腰を当てるイメージ、そこだけ、手には全然力を入れない、はい、そう、難しいんだよね、これが一緒、これができてないんだよね。素晴らしい、こっち行きましょうか。力がどうしても入っちゃう、うん、肘がこの調子だと手首痛みます。こういうボチョ、力がありますけどね、しっかり肘をしっかり上げる。 OK、 力抜いて、そう、はい、近かったら、そうそう、遠かったら OK、 全て肘を感じるので、ね、力が遠い、スタンスはい、スタンスが例えば極端に広かったら教えるのうまいよな、日高さん。全て腰です、はい、肘、ただ腰を回すのと肘を上げるのだけ、こっち、はい、はい、そう、いいですね、はい、体を常に振りながらそれを繰り返し、上げた方に打ちましょう、はい、そう、もっと肘が、はい、この肘を俺にぶつけるイメージ、肘打ち、こういうイメージなんですけど、結局はここしか当てられないからっていうイメージで、ここをぶつけるイメージ、はい、そうですね、常に振って、横だけじゃなくて下もあります。3パターンでいきますよね。はい、はい、そう、いいですよ、近づいて、うん、もう一丁、肘が忘れてますよ、肘、OK、ナイス、今のナイス、素晴らしい、近づいて、はい、出したらすぐ打つ、はい、OK、はい、はい、OK、ナイス、ダッキングは真下、いきますよ、うん、顔に当てますからね。そう、いやすごいよ、匿名さん、匿名さんかな、すごいっすよ、この人は、もう感動しますよ、教えるのがうまく、すごいっすね、やっぱ世界でね、活躍する人ってこういう人なんだなっていう。腰で、あ、そう、はい、こっちで、うん、ナイス、すごかったっすね、成功してる人はさ、こういう人ばっかりだよね。で、それと必ず一発で終わっちゃダメです。横打ったら、要はこの力みがスタミナを消耗させてるんだって、これがダメなんだって、リラックスなんだって。必ずフックで終わる。プロテスト合格できるって誰がよ。日高さん、日高さんの話、日高さんは OPBF の2冠ですよ、世界7位のランカーですよ。頭に叩き込みましょう、まずボディに、誰の話だろう、30年前ならっていう。 OK、 はい、ガンガン、そう、 OK、で、こう下がって、こうすると時間が空きますよね。フック打ったら、肘を畳んで、腰を上に上げてあげるだけ。あ、僕がすかありがとうございます。あ、褒めてくれたんだ。ごめんね。はい、フック、俺、アステだから、なんか文脈が読めないんだよね。申し訳ない。ありがとう。腰全持ってくる。ナイス、素晴らしい。
きましょう。褒めてくれたんだね。ふんふん、さあ、オーケー、ナイス。ふんふん、力抜いて、力抜いて、全部腰で持っていきましょう。疲れませんか、大丈夫ですか。はい、ふんふん、腰で、はい。ふん、はい、いいっすよ、はい。ふんふん、いいっすよ、はい、次こっち。そう、放送になりましょう、時間。これ配信外ね。上がっちゃうの。スタミナがもうなくなっちゃう。うん。多分スパイラしそうだね。ごめんなさい、タイプ使わせましたね。いい。それも練習なんでね。こんなんできたらさ。あ、せやっぱこっちの方がいいね、全然ね。ドレさんもカメラ買えばいいのに。のんちゃん、申し訳ないんだけど、これ捨ててさ、これコップの中捨ててさ、浄水器の中に缶があるでしょ、ウーロンちゃん。それ入れてくんね、これ捨てて湯水で。もう苦すぎるわ。いやー、日高さん面白いつうか、本当にいい人と出会ったな。配信外で笑ったもん。半年前に出会ってたら、俺らめちゃめちゃ強くなってたねって言って、まあ、このね、出会いをね、作ってくれたドレさんに本当感謝してますよ。すげえありがたいよね。こんなさ、その世界で活躍した人ね、なかなかできないもんね。なんかいろんなプロの裏話とかも聞けるから、すごい面白かったよ、俺は。違う違う、あの缶が浄水器のところにあるから。缶ない、あ、浄水器じゃなくて、あの空気清浄機のところに缶1本あるはずだ。え、もしもし、何あった、ありがとう。タイマーユー、いやー今日ちょっとね、あんま調子よくなかったね。スタミナ走ってたから今日切れないと思ってたんだけど、2ラウンド目バテちゃいましたね、コークさん。ちょっと怖いっすね、正直。なあ、あんまり言うなって言われた、ドレさんに。ありがとうね、のんちゃん。あの言霊があるから絶対言うなって、リスナーさんの前では叩かれても、あの俺は勝つって言えって、勝つイメージだけ持てって言われた、ドレさんには。良くなってるから、どんなこと言われても勝つって言えって。っていうかね、あのね、カズーンさんがね、あのストレート教えてないでしょ、今回。要はね、もうね、要はやりたいことがもう前回ので伝わってんだよね、1週間前の。何も俺から言ってないのに、もうインファイトだっていうのを、もうインファイトしか教えてないでしょ。もうストレートとアッパーしか教えてもらわなかったもん。要は相手の身長と体重言ったら分かりましたって。こんばんは、ありがとうね、ヤノラッキー、コメントで応援してくれて。腰から最初に出るイメージ、そしたら必ず手が最初に、あ、最後ついてくるんですけど、いいですね。もうジャブとか来て、もうとりあえず頭を振って、手によけ、そうそう、入ってきて、そうそう、いいですね。それ完璧、素晴らしい。で、振ってきたら真下に落ちる、真下に落ちる、そう、真下に落ちる、真下でいいですよ。ふん、前に入ってきて、前に入ってきて、うん、そう、いいですね。素晴らしい、素晴らしい、近づいて。
正直ジャブとか今ワンツーとかはもうそんなに効き目ないです。でわこいつやりにくい、ここまでさせましょう。もうやべこいつやべ、いやすごいよ。もうね、要はね、要はね、なんて言えばいいのかな、ちょっと感動をしていて俺はカズーンさんに。あのね、やっぱりね、その世界をなるような人って身体能力の高さであったり技術の高さもそうなんだけど、その人、カズーンさんが格闘技をやって悪いことを言った発言を一回も聞いてないの。要はダメなところだらけなんですよ、どう考えても。だけどいいところ、要は光くんの時と俺の時って教え方違うので、その人のいいところをこの2週間でどうやって伸ばすかしか考えてないっていうのが伝わってきて、で練習後とかも LINE でもう放送終わってるんだよ。でこの4人の中で君は強くなれるって、そのここにいるのに送ってくれるの。大丈夫、君は強くなれるって、そういう人だよ。エルヴィンこんばんは。それってなかなかできないよね。でね、これがすごかった。これね、クリンチされた時に背が低い場合に有効な技なんだけど、これはまあ言えないんだけど、これはねちょっとね必殺技の一個なんですよ。今のがすごかったよ。これ必殺技なの実は。意味わかんない。いやかっこいいなと思った。いい出会いだなと思って。で、こうなったらこれ、そうそうって言うでしょ。もう一つ。逆に、ワンさんが後ろに俺がワンさんとしたら、ああ、押されてるからなんです。それを演出の選手が、はい。演出まで教えてくれて。そう、いいですね。だからね、硬いんだよね。ドレさんにも言われたんだけど、その格闘、ごめんね、トークもしたいから。あのね、格闘技って性格がすごく出て、お前はもう愚直でガッチガチなんだって。で格好から入るからフォームは綺麗だけど肩が硬い。光くんみたいにリラックスしろって。光くんもうね、性格は出るんだって。光くんは飲み込みが早い、素直だから。お前はもうバカみたいに同じこと繰り返すから硬いんだよって。そこはいいところでもあるけど、お前の一番の売りはガードなんだよって。お前はいじめられっ子だからこうやってやってろって、性格が出るんだって。いやすごい経験っすね、正直ありがたいっすね。貴重な経験をしてます。今ボディ言ってからこっちとこっち、そう、高低差ありますよね。必ず同じとこばかりするんじゃなくて、ボディからの、はい、解放いらっしゃい。いいですね。で今度打ってこっちのボディからの逆にフック、そう、最高。この幅っていうのは人の目って2つしかないから捉えられることがなかなか難しいんです。だからもうここからここの幅もありだし、一番多いのはここからここ。ありがとう、そうそう、バカありがとう、お疲れ様です。アッパーを2回打っとってからのボディとかね。直樹兄さん偵察来てたね。俺はね、ヤピピさんね、まあちょっと自分語りになっちゃって止め止めで話すんだけど、今日はちょっと語りたい気分で、子供の頃さ、ずっと入院生活を送ってる子供だったんだよ。で親父はそのキックボクシングでその世界大会出たりとか2カ国でチャンピオンになったりしたり、母親はそのソフトボールで運動神経抜群なのね。だから弟はバスケ部のキャプテンやってたし、妹は何にも運動してないのに普通の体育とかやってるだけでソフトボールのこう投げる競技とかで県大会とか3位とかになっちゃうのよ。だから俺だけその運動させないように育てたの。で実は俺ほら親父とおふくろが出会ったのがディズニーランドの社員だから浦安に住んでたんだよ。で俺が生まれた時にもう入院生活ばっかりで小児喘息をずっと持ってたの。要は肺がダメなのね俺。でその運動させないようにずっともうなんつうの育てられて、もうずっと病院とか往復の生活で幼稚園とか小学校の低学年の頃まで。で空気が綺麗だからって言って成田に引っ越したの。だからもうね、運動全般をやったことがないの俺は。本当にもう苦手意識が半端じゃないの。
その中で唯一、その、なんていうのか、小学2年生の時に親父はもういなくなって離婚しちゃったんだけど、親父がボクサーだっていうので、その格闘技にちょっと興味があったっていうのと、格闘技だけは好きだった。だから、まあまあ、もうほとんどやったことないっていうことだね、ヤピピさんの質問だと。あやさん、どうも。ドレさんと喧嘩？喧嘩なんかしてないよ。ああ、昨日のこと？喧嘩じゃない、喧嘩じゃない。うん。今日も、ドレさんとは喧嘩しない。もう、付き合い長いんだから。ついそこは頭で考えてやらないといけないから、一回大喧嘩、本当にした本こ物とあがるけ見どるね。のなかなか難しいです。昔。あとでちょっと本当に大喧嘩したこ言とあっるけてど。ドレさんとは信頼関係あるから大丈夫。てか、配信会でドレさんのこと一番知ってんの俺だよ。もうずーっと言われてるね、脱力。これさ、意味が分かんないでしょ。みんなさ、俺ね、いまだにまだ答えが出てないんだけど、人を殴るって全力、もう体の全筋力を総合してやってるわけよ。まあ、だからダメだって言われてんだけど、もうね、腰だけで、あとは全部、でんでん太鼓で、糸みたいに、水みたいに、もう何も考えないで柔らかく。もう、だるんだるん。そしたらもう無限にパンチ打てる。スタミナなんか無限にあるって。ダメなんだよな。これがね、ダメな。後で後ほど解説に入るけど、もうずっと言われてんの。ドレさんにも、カズンさんにも。もう俺はここだと思ってる、もう正直。いや、すごい経験だよね。ね、リラックスリラックスって言われてると。どんどん前に出る、どんどん後ろに下がるの練習。もう前、もう要はアウトステップはもういらないと。これ前楽にしかっ打ったですてね。近くでもうショートフック、ショートアッパーだけで勝負させようっていう。マシャそさしんいたらっしゃい、楽後しんででく動きだがさある。い。だからといってジャどうブをだ攻ろうめられない。ね。絶なん対にか生命線としてジャブを使う。楽しいよ、楽しいけど、なんだろう、今日はちょっと不安っていうか、良ジャくブなかっ細たいな。なぐらいアホみたいに使やっう。ぱ走最って初ちょっとて右スのタミナ持つと思ってた自右分のが甘方かっに力た。入るから。でスタもミナがね、1ラウンドは良かったんだけど、すぐ切れースたタートかから。ら取るな。ワドさんいいっすね。要はね、力の配重分いが下手なからんだ持っよ。ていって、前に持ってくる。詰めていく、詰めていく。でもスタイル変ここわっまたでよ止めね、れなかったですね。今日の逆トにレー来ニまンしグたで。ね。よりタイソンに近くなったよね。ナイス。ジャブ打たないっていう なんか漫画みたいだよな、本当。初めの一歩だよな ありがとうございます、真島さん。ありがたく頂戴します。あやちゃんも風船ありがとう。あのね、2分2ラウンドなんですよ。でもまあまあ、スタミナ配分ダメですね。ちょっともっと走って、理想は全力4分なんだけど無理だって言われた。ドレさんにも便所さんにも。そんなファイター見たことねえって。バカだって言われたもん。どんな一流スポーツ選手でもあんなやり方しないっていう。抜き方覚えろって。全力で体力スタミナなんか無理だよって。お前のあれはって、力抜けって。で、走れ、とにかく走れ。で、力リラックスしろって。だからドレさん柔らかいじゃん、肩が。ヒカル君も楽しそうにやるじゃん。前回もね、それでダメだったから。いや、もう今日はひどかったっすね。正直ね、カメラ回った後、一回立ちくらみみたいな感じで、意識遠のいたもん、2回ぐらい。GK さん、お疲れ様です。バカありがとうございます。で、ヒカル君にはどういうアドバイスしてるかっていうと、ヒカル君は目と反射神経と、やっぱ素直な心持って、飲み込みが抜群に早いと。で、カズさんが言うにはカウンターパンチャーだって言ってる。もうこれは天性のものなのね。俺にはないの。だから、もう後ろに下がらなくていいって。前でインファイトで、この距離でやれって。もう、ここで勝負ですって。もう一切捨ててくださいって言われた。ここで、こうとか。でも、この距離。クリンチからのアッパーの入れ方とか教わるのよ。
で、光くんは反射神経もいい、目もいい、動きも野生的だから撮れると。なんか配信外で教わってたよ、そのなんつうんだろう、光くん専用の技術。あ、でも結局あんだけね、どれのチームねいっぱいいたけど、結局残ったのがこの2人っていうのが、なんかほら、光くん1年前はさ、光くんの家に泊まってさ、直拓さんの会社でさトレーニングしてたから懐かしいねっつって笑ったよ、光くんと。楽しいな、青春だよ。でもやっぱり俺は硬さだな、ほんと。配信にも置けることだけど、生き方にも置けることだけど、もっとリラックスしないと。よくないよ。形にとらわれすぎてんだよな、だから。正直今日の戦い方したら負けるな、俺は。負けるか、もう1ラウンドでぶっ倒すかっていう、もしあれをやるんだったら1ラウンドで絶対倒さないとお前は負けるっていう状態だよね。だから2ラウンド抜きだよね、抜き。懐かしいっすね、郡山ね。夜中光くんと音楽流しながら、ジャブもパンチも打てなくて、2人でボコボコ殴り合ってさ、気持ちいいねっつって。なんか捨て頃が青春だよ、本当に。光くんと俺とドレさんの、またね、辰彦とも俺はつながりがあるから。光くんが前回ローカットしなくて足引きずってたのね。で、セブンさんに足ボロボロにされてて、まあ、気合でカバーしてたんだけど、あれは良くないということで、ガードの練習、要は相手が蹴りが強すぎた場合っていうのはあるから、で多分背低いからローを狙ってくるだろうということで、ローカット。蹴るんかいい。ミット打ちです。ジャブから、オッケーいいっすね。その時に前に来てるんで、自分も離れるようになります。オッケー、ナイス、素晴らしい。オッケー、さあ、そう、まだ前に来てる。その時に自分の後ろに行く感じ。はい、それいいっすね。オッケー、ナイス、さあ、オッケー、さあ、ミドル行きましょうか。はい、ミドル、さあ、オッケー、思いっきり行きましょう。はい、オッケー、ナイス、オッケー、左、じゃあ、ワンツーの左側、左ミドル、はい、チャンパー、プッシャー、オッケー、さあ、こっちで、持ってくる、ナイス、ワンツー、プッシャー、オッケー、どうですか、チャンパー、プッシャー、この辺り、決まったら、どうぞ、集中して、はい、ローカット、ローカット、はい、カット、グーム、ワンツー、ミドル、ワンパー、はい、ごめんなさい、すいません、はい、チャンパー、プッシャー、オッケー、はい、右ドル、お待ちください、俺が間違えに、すいません、右ドル、オッケー、ストレートフックの右ミドル、ストレート左フックの右ミドル、オッケー、オッケー、次はパンマネック、ミドルいいね。ワンツーから右膝、膝がいい。オッケー、オッケー、ナイハルス、くん膝を持ってるからフックな。ストレートの右膝、オッケ喧嘩したら勝てねえな。ー、はい、左フックストレート、はい、オッケー、ごめんなさいね、右ミドル、そのまで、おお、すげなんだこの人は、すげえぞ、はい、え。すげえな、膝ミドルって技があるの。フックストレートの左ミドルいきましょうか。スイッチ、左ミドル、オッケー、いきましょう。ナイス、オッケー、もう一丁。もう一丁。オッケー、すげえいいでな。すね。
素晴らしい素晴らしい。ヒカルくんは花があるね。大好きだよ俺はヒカルくんが。これが意外だった。ガードガチガチにやってたの。そう、ただ添えるだけの。ただこうやってるだけ。硬いな。フックでステップいけますか。フックで後ろ足で蹴って斜め前にステップターン。オッケー。これはずっと練習してたやつだ。自分で練習してたわ。はい、ガンガン前に行く、ガンガン前に行く、ガンガン来い。はい、来い、バン、バン、オッケー。これいけんな。はい、どんどん前に行く、前に行く、前に行く、前に行く。来い、バン、バン。力抜いて、こういう時力抜いて、腰持ってみましょう。うん、腰で、うわ、いいぞ。素晴らしい。今度フックからなった。左フックからの、左アッパー。オッケー、こう構えて、近くに来ました。左フック、アッパー。オッケー、ナイス、腰、素晴らしい。うん、ナイス、そう、ナイス。うん、腰で力入ってる、力入ってる。もう簡単に行きましょう、簡単に。優しく行きましょう、腰で。パッ、オッケー、ナイス。当たる瞬間だけできれば、当たる瞬間だけできれば。左フック、左アッパー。構えて、力抜いて。左フック、左アッパー。右フック、左アッパー。右フック、左アッパー。右フック、左アッパー。ごめんなさい。はい。バンバン、もうホスト早く。ガンガン、腰で回します。そう。ガードしっかりして。はい、詰めてきて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 、ゴー！はい、ガード、他のみたいなものしっかりガード。はい、カモン、ゴー、パンカー、OK、もっと速く腰で結構こう振りすぎです。これね、湿気ポンポン、こう細かく入り出しましょう。そしたら肩がついていきます。これ OK、こっちだね。OK、素晴らしい、ナイスパン。パワーは言わない、いらない。スピード、スピード、タイミングっていう。これ掴んだらな、楽しく。これすごいよ、早い。54歳かよ、本当に。あー、カズンさん、ありがとうございました。こちらこそよろしくお願いします。なんだよ、このワンツードレさん。54歳かよ、本当に。勉強になりました。カズンさん、今後ともよろしくお願いします。すごいよね。ヒカル君と苦笑いしちゃったもん俺。これ打ち分けしてんだよ。アッパー入れてんだよ。すごくない？早っ。ありがとうございます。ストレートまで頑張ります。ストレート、アッパー、ストレート、フック、ストレート5連打だよ。できます。はい、もう一回、右、ストレート、アッパー、ストレート、フック、ストレート、これだけ。ゴー、シャン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 、ストレートまで。 OK、 はい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 、せーの、シャン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 、せーの。こんなのさ、避けようがないじゃん。こんなの無理だよ。これみやびくんかわいそうだよ。これこんな無理だよ。どういうことだよこれ。みやびくんよく戦ってたよ。みやびさんよく戦ったよねこれ。わけわかんねえよな。50代の5連打だぜ。でもね、これね、これカズーンさんのすごいところなんだけど、ドレさんは身長があるからストレート系とロングフックなのよ。
で、ロングアッパーなのね。要は距離なの。で、俺は、その、もうフットワークとか身長がないからっていうことで、人によってパンチのコンビネーション変えてるっていうのがすごいよね。要は打ち合わせなしで、この人はこのタイプだっていうのを一瞬で見抜いてるわけじゃん。これがね、やっぱすげえなと思うんだよね。普通、なんかジムとかに通うと、先生が自分のスタイルを教えるのよ。普通の人って自分が得意なパンチだから、この先生がいい、あの先生がいいってなるのね。そのジムの中にいっぱい先生がいるの、普通は。だけどカズンさんの場合って、この人はここが伸びるっていうのをもう世界でいろんな人でやったから分かるんだろうね、多分。その強いところ弱いところっていう、すごくないこれ。いや、だからなんだろう、すごいよなって。これ本当に貴重な体験だよ。すげえ。どうしようっていうか、俺ドレさん右実は打てないってぼやいてたのに打ててるからね。大胸筋切ってるから俺左だけで行くんだよとか言ってたけど、右打ててるんだよ。だからドレさん右あるよ今のあれで。すごいよな。おお、カオス久しぶり、元気だった？ニコありがとう。いや、すごい、コーチングだよね。ティーチングとコーチングだよね。あ、ボックフックなんすか。そう、なんかよく言いますよね、ドレさんも似たようなこと言ってて、6種類のパンチの中で得意なパンチが絶対分かれるって言ってて、で、なんか言ってましたね。やっぱプロは分かるんだな、やってる人は。もう自分では全然分かんないです。じゃあ自分が下がっちゃダメなんだ。相手を突き放したら押し込みましょう。 OK ですね。押し込みでそこでも拾ったらワンツー、これいきましょう。はい、押し込みでしっかり押して、要は多分身長相手が低いからパワーを生かして距離取る。もうちょっと蹴ってください。ちゃんとあの僕が下がる。はい、わあ、すげえな。ダブ使いがまあ最強だよ、本当に。本当にジャブを極める、左を制するもの世界を制するだよね。危ないかんな、肘危ない危ない。うわ、すげえな。タンタンタンで。普通にステップして、横にステップして。速いな。オッケー。ちゃんと後ろ足持ってきて、ボディ。左ボディ。左ボディ。左フック。そこから膝まで行きましょうか。はい、横に両手。こっちも右膝。はい、行きましょうか。じゃん、オッケー。飲み込み早なんですぐ覚えるんだよ早もう嫌になるよ、ね、もう嫌になるわ、ヒカル君覚えるの早すぎだろ。1、2って言ったら到着避けられちゃうから、この間も早く。ハルくんは野生児だよな。鼻があるわ。ジャングルの生き物だよ。本当に野生児だよ。これ。この相手にくっついてるのをガバを見上げてください。そう、ナイス。要は多分クリンチされるからこれすげえ有効だよ。そう、要は肩入れてねじ込むっていう。強引にこう、まあ普通に開けまして、こうしてグーッと押して、そうそう、そしたらフックまでいきましょうか。入れ墨、どこに入ってんの。入れ墨入ってないよ。そう、OK、しっかり見て、左くアッパー、右左アッパー、全部左で、パッパッ、OK、 ワンの上を抜けてきたからよ。しっかり見て、ナイス、
左のフックアッパー、左のフックアッパー。パンツ一丁。動き硬いね。膝で膝で全部リズムを取りましょう。はい、1、2、3、はい。1、2、3、OK。しっかり顔こっち、こっちを。服、アッパー、アッパー。全部服ですね、これは。ユニフォームです。さすがにこのタトゥーセンスなさすぎるでしょ。はい、俺離れてますよ、離れてますよ、離れてます。そう。これいいっすね。二度さんを早めにしましょう。これが難しいんだよな。練習アッパーしないと。じゃあ、もう一丁行きましょう。パンパパン。こっちを回すぞ。体がよれた。パンパパン。いつで勝負がつくっすか。いや、ステゴロワンの頃カズーンさん見ます。そうだ、俺カズーンさんさ、去年の動き知らないわけじゃん。カズーンさん見ます。失笑しますよ。去年どんなレベルでやってたか見ます。思い出したわ。カズーンさんさ、先週でやったばっかりだから知らないんだよ。見せよう去年の俺。爆笑。みんな見てみようぜ。ステゴロー練習割れ道。じゃあ和道が和だった、平和の和だったんだ。去年の一番最初の頃、どこだろう。動画ステゴロワドって検索するだけでだいぶ出てくるな。ステゴロワド、ちょっと待ってね。練習ステゴロワドで出てくるかな。いっぱい出てくるよ多分。去年のあるかな。ちょっと待ってね、懐かしいね。あ、これとかいいんじゃない。ちょっと待ってね。2時間ね、公園で金ないからさ、懐かしいよね。どんなことやってたか見てみようぜ。イケメンサンデルチャンピーバラバラバラ。こんなだったよね。ちゃっちゃ言ってたもんね。こんなんとかさ、こんなんずっと毎日一人でやってたんだよな。強くなるわけがないよね、今考えたらね。強くなるわけがないよね。あとどんなんだったかな。懐かしいな。公園で一人でジム行く金がないからずっとね、公園でやってたよね。どこにあるんだろう。あ、これがヒカルくんとやってた頃だ。これが去年っすよ。これだ。これこれ。やってるやってる。二人でやってるよ。この時は僕キックルールだったんですよ。で、二人ともなんか死んなくて二人でやってたわ。超懐かしい。夏。一年前だ。相変わらずね、タバコプカプカしながら、タイガーマスクの人とかもやって7回ダウンされたりとかね、こんな感じでやってたんですよ。懐かしいな。もうやり方もわかんないから、とにかくリスナーさんのコメント拾いながら教えてもらおうっつって、コメントで強くなろうとしてたんだよ。そんなバカな話あるって感じだよね。コメントで強くなるわけねえだろうっていうね。ひたすらもうやってたもんね。なんだろう、画面が止まってんの。なんだろう、こんなことばっかりやってたな。まあこんな感じでしたね。戻ります。コメントで強くなれると思ってたからね俺らは。懐かしいね、ほんとね。だからこれも懐かしいってなるんだよ、多分。2の2を経験してもらいたい。はい。宇
いやそれが通報されちゃって、公園でやってるのにアンチが公園に通報しまくって、公園で練習できなくなっちゃったの。ひどくない？公園で音がうるさくないようにって、夜中誰もいないところでやってたんだよ、夜中の2時とかに。そう、ひどいよね。それがね、ジムでね、こうやってやってんだもんな。ありがたい環境だよな。そうっすね、ずっとドルさんミット持たなかったっすね。スパーもずっとカズンさんばっかりだと。祝電っすね、俗に言う。悔しかったよ、練習やりたいのに、毎日やってたのにさ。でもね、リアトツとか来てくれて、だから物販のよいこさん、この時のリアトツで出会ったんだよ。そう、ワンの人。そう、これ要は俺に見せてくれてんの、こうやってやるんだよっていう、肩の力抜いてっていう、そのカメラの場所を伝えてって、カズンさんに、要はあの、あと残しておきましたよって言ってくれて。久々です。どうもどうも、ゆうさんいらっしゃい。ドンキーさんかな。あ、マジですか。どうもどうも、楽しんでいってください。もしよかったらフォローしてください、皆さん。ねえ、いや、みんなにはみんなの青春があるんだよ。俺らには俺らの青春があって、だからこうやって関わるのが面白いんじゃん。だってカズンさんはさ、カズンさんの生き方があったわけじゃん。なんかこうクロスしていくわけじゃん、出会いが。だから昨日ツイッターにも書いたんだけど、本物の出会いは人生根本から変えるんだよ。男の人も女の人も友情もな、何もかも、本物の出会いは人生根本から変えるんだよ。分かったよ、平手チョップ。分かった分かった、強い強い、分かったよ。この人は日高さんっていう方で、OPBF、まあ簡単に言うと東洋太平洋って言って、日本、韓国、中国、フィリピン、オーストラリア、マレーシアとか東洋太平洋っていう枠組みの、ウェルター級とスーパーウェルター級のチャンプです。で、世界7位です。あの、えぐい経歴でしょ。で、ウェルター級っていうのは、あの、もう世界的にも一番人口が多いって言われていて、そう、選手の中がもう選手がいろんな優秀な選手がいるから、日本人でウェルター級で活躍した人って前例がないぐらいだよ、本当に。まあ、だから今度カズンさんの放送でいろいろ質問してみるという、カズンさんチャンネル登録してフォローしてください、ぜひ。今コメント打ってるカズンさんが赤い方なんで。元プロっていうレベルじゃないよ、うん、東アジアのチャンプだよ。うん、モロっすよ。あ、田舎だから作っちゃえばいいんだよ、ジム、うん、公園で。あ、どんなもんです、そんなペコリーっつって。ペコリー古いっすよ。やっぱりそのみんなでいい人にフォロワーさん出会って、いろんな出会いがあった方がいいですからね。うん、どうなんだろう、4年前に引退されたって言ってたかな。ちょっと俺も詳しい経歴、まだ1週間しか経ってないし、2回しか会ったことないから、うん、あのウィキペディアで検索すると出てくるよ。2ラウンド。ヒカルくんね、これがね、ヒカルくん面白いんだけど、これね、帰りに話したんだけど、ヒカルくん1ラウンド目バテてんのよ、実は。だけど、その後の練習復活すんの。で、なんであんな回復早いのって言ったら、
ワンさん、回復早いんすよって言われた。説明になってないよね。生まれつきっすねって言われた。そうなんだと思って。おおん、そうだよ、トレーニングとかしてないもん。はい、そんじゃいきます。じゃあ反応したのか、しょうがないですね。もうね、頑張ったって受けるで、そのまんまだった。生まれつき回復が早かった。なんか珍しいな、バテてんなと思ったんだけど、すぐ回復するんだよね。ボディから上、上下内分け。てか骨格かっこいいよな。俺とかヒカルくんの方が体重重たいっていうのが嘘みたいだよね。マグさんお疲れ様です。あの腕の太さ、広背筋。一番体重軽いのカズーンさんだからね、この中で。意味がわからないよね。どういうことみたいな。あとはもう今度活力っていうのを、ロさん、これが試合用の16オンスらしいです。チンカスインティライミさん、ちょっと恥ずかしい、もう本当に。やめて、本当恥ずかしいから。チャンプに読まれたくないもん。恥ずかしい、このコメント欄。で、インター30でお願いします。すいません、お願いします。お願いします。うんことか汚さないで、俺のコメント欄。よろしくお願いします。そうそう、ただ反応するだけでいいから、反応するだけでしっかりガードなんかできなくて、足上げるだけでいいから。はい、こんばんは、あきらやまつさん、楽しんでってください。和道です、どうも。そういう時に、はい、反応、はい、それで蹴られたらすぐ警戒する。ローキック蹴られたらすぐ警戒する。絶対相手で終わんないで、蹴られたら警戒する。警戒する、はい、相手が蹴ってきたらどっちか瞬間です。ヒカル君動きいいよな。フットワーク、リングくるくる使うもんね。蹴り返す、すぐに蹴り返す。もう相手の攻撃で終わらない。スタミナ切れたの悔しかったな、本当。情けねえよな。軽やかだよね。最高。蹴り返せ。絶対蹴り返せ。蹴り返す。息上がってきた。ヒカル君が息上がるの珍しい。なプレッシャーが半端ないね、カズーンさん。怖いよ。もちろん手加減していただいてるけど、だってライオンと戦ってるのと一緒だからね。絶対勝てないんだもん。怖いよ。蹴られたら警戒、自分の攻撃で終わる。前回のアッパーカットなんか芸術だったもんな。ありがとう。
うんこコメント消してくれてありがとう。ようやく空気が読めたみたいな。ここ、うんこって書いたらダメな枠なんだって マナー守ってくれる人は大歓迎だよ。みんなうんこって書いたらダメだよ。うんこって書かないで。カル君根性あるな。さあ4分間のためにさ、こんな練習しないといけないんだよ。俺今動いてねえわ、ハンニバル。まだリングに立ってねえよ。待てるのはこれからだよ。まだ早えよ。まだバテてねえよ。バテオくん来たよ。まあ、高画質で見れるからね。リング全部見れるから、はい、俺のカメラは、はい、楽しんでってください。いや、バテたよ。今日はひどかったね。このピンクの人出たがりですか。ピンクの人はカズーンさんですね。あなたです。一番強い人です。教わったやつできるかな。ドキドキすんだよな、こういう VTR 見んの。恵まれすぎだよね、モイストさんね。いや俺ね、じゃああのね、じゃあ日高さんっていうネームバリューもさ、そうなんだけど、俺ねさっきも話したんだけど、そう日高さんの教え方であったりとか、4人でさ放送切れてる中でさ、着替えてる時に俺のピコンって携帯が鳴った時に、大丈夫、君は強くなれるよ。かイケメンかよ。ここにいるんだよ日高さん。大丈夫、君は強くなれる。濡れたわ。抱かれようかなって思ったもん。いや超ね恵まれてるよね。そう、ニュアンスで避けないでガードするのか、ヘッドする。いや濡れるでしょ。バージン捧げようかなって思ったもんね。かっこよすぎるでしょ。ストレート系が多かった気がする。フックも出そうとはするだけど、ストレート系が多かった。やっぱり自分のリーチを使えって多分教わってるんだと思う。長い、結構長い、いいの売ってるから。結構でへーすって。僕のアナルめちゃめちゃジャングルですよ。ピーカブー。ガードしながら、ガードしながら。これはバテるわ。これはバテるわ。ドルさん主催だから。ノイマイ、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 ノイマイ
これはバテるわ。こんなんバテるわ。飛ばしすぎでしょ。客観的に見ると笑えるな。これはバテるわ。何にも考えてねえこいつ。これはバテるわ。攻撃特化型。こんなんバテるわ。なんでバテたんだろうって言ってるのアホだよな。こんなめちゃくちゃな。お前何になりたいんだよな。いや教えてもらったこと全部やろうと思ってアホだから、青春だよね。いやドレさんでかいから、ドレさんそれだけでいい。ドレさんそれだけでいい。そう、それ前に進む、前に進む。オッケー、まだ遠い、まだ遠い。ドレさんしっかり見て、インパクトの相手の顔を見て、落ち着け落ち着け、呼吸整えろ。この距離だと迫力あるね。コーナーサイドに来ると迫力あるよな。俺あの感じで戦ってんだよドルさんと。怖くね。ここが多分一番リスナーさんに臨場感あるところだよね。あ、この距離なんだっていうのが分かるよね。多分今のが一番近い、視点的には。超怖いよ。あの一番コーナーに、こっち側のコーナーに近づいてきた時の感覚が一番近い。この辺の感覚が一番近い。でけえなドレさん。これはバテるわ。潰せ潰せ。まあ潰すんだよな。ヒカル君がカメラ直してくれてる。優しい。右でやった方がいいですか。そうだ、右なんだ。はい。でも、で、俺は走ってたから行けると思ったの。アホだから。さあ、行きましょうか。はい。なんか足が追いついてこない。これ教わったやつね。もうこれダメだわ。前に来る、前に来る、前に来る。これダメだわ。いや悔しいな本当。次のカズンさんの動き見てちょっと抜きどころと入れどころ勉強しないとね。いやもう苦しかったよ本当に。いや辛いよ、立ってるだけ辛いんだから。全力疾走2分間やった後に無理だよな。よくよく考えたらあんな動きした後にフェイントでちょっと待って、フェイントで膝ついたなこいつ。今さカズンさん殴ってないよね。嘘だろ。フェイントのボディで俺膝ついたな。アホだろこいつ。ちょっと面白いな、バフーつって。ダメだな。この後いくよ。なんで折れたんだよ。今立ってたじゃん。頑張れよ。なんで折れるんだよフェイントで。サウスポンに情けねえな本当に。いや見たことないでしょ、フェイントのパンチでボディ消えちゃったんだよ。ナイスアッパー、ナイス、そこからフック、ナイスボディフック。でも疲れた時アッパーいいかもしんないな。ガード固めて、ガード固めてアッパーか、ガード固めて単発のカウンターのフック。気持ちが折れたんじゃなくて、来るって分かってて来たと思って勝手に想像して勝手に折れたの。ガード
気持ちとかじゃないの、もう必死で考えてる余裕ないの。コンビネーション早い。何も怖くない、何も怖くない、スタミナ不足ね。まださ、うん、全部振り返る。悔しいよ、ほんと。紅の豚かよ、お前。紅の豚のクライマックスだろ、これ。ピエーつって。これ得意だから、俺の。ゴロンゴロンリングアウト。ゴロンつって、ほんとこんな感じになるんだからな、みんな。うん、いやいやいや、だからちょっと待って、俺ね、だからね、これね、走ってんだよ俺で、前回より上がったはずなのにスタミナ切れてびっくりしたんだけど、俺分かったよ、飛ばしすぎなんだよこれ。1ラウンド目でこれだろ原因。いやもう恥ずかしかったっすね、正直情けなくて。相手が悪いっつうかね、教わってるあれだから、勝てるわけねえだろ。片手でも勝てねえわ。だからここでどう考えても飛ばしすぎなんだよ。動き見てよ、この動き、アホなんだよ。1、2、4、5、6、7、8、9、10、10連打。それとりあえずお前苦笑いするでしょ。どんだけ飛ばすんだこいつっていう、お前何になりたいんだよっていう。カズンさんがね、じゃあ俺バカなんだよ本当に、あの単発で終わったらダメですよって言われたらダメなんだと思って、ずっとやんないといけないとかさ、もうね、要はね、頭が悪すぎるから、そのもう言われたことがそのまま入っちゃうのよ。それさ、それさ、カズンさんが言ってるのさ、3発、2発、3発のコンビネーションでっていうことじゃん。相手に攻撃させる気ないんだもん。ずっと俺のターンとか。それはバテるでしょ、この動きしたらみんなでも。やってこらん、部屋の中で。長い、結構長い。初めからラッシュだよ。いや、ドレさん苦笑いしてるから、よく見てごらん。お前さ、バカだろ、みたいな。ガードしながら、ヒカル君も笑ってるしね。ドレさんも笑っちゃってるよ。まあこれを 3,4 発でいいんだよな、で間取ってっていう、うん。1ラウンド目と2ラウンド目の差がおかしいよね。力抜いて、力抜いて、そうそう、ガード下げない、力抜いて、めちゃめちゃ力入る。ドレさんも苦笑いするわな、それ。そう、体を振って詰めていく、詰めていく、ナイス、オッケー。しっかり見て、しっかり見て、下から上、上から下、ガード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 、雑。さあ、クリンチだ。クリンチした時にはどうする？はい、選手はちゃんと見て、いない、フックいない、無駄な動きが多いよ。はい、選手近い、これが良くないね、体がぶれちゃってるから、腰のさっきのカズンさんのコンパクトな回転で打ててない。いや、気持ちでどうにかしようとしてるからおかしくない。そうじゃなくて腰の回転、腰の回転で、運動神経悪いよ、見たらわかるでしょ。しっかり見て、いや、ピーカブースタイルだから、初めの一歩と同じ戦い方だよ。こりゃダメだわ。こりゃスタミナ無理だろう。もっと力抜けよっていうね。これはダメだよ。だからもっと、要はこれ 100% で動いてるから、もっとよく見てリラックスして、あのこれはだから最後のラウンドでこれやるならいいじゃん、残りの体力全部残り30秒ぶつけてやるとかだったら正解なんだけど、
初っ端のラウンドでやるもんじゃねえよな。勉強になった。でも経験だよね、やってみないと分かんないからさ。じゃあ次行きます。カズンさんのシャドウ見よう。いやだってやらなきゃ殺されちゃうんだもん。そうそう、ピーカブースタイルっていうんだけど、あのピーカブーよりも高くしてるね、カズンさんのアドバイスで。いやあのそれはカズンさんの、まあ最初から見ると分かるんだけど、どうまあまあいいのよいいのよ。ジャブとストレートは捨てたの、いらないっていうことになった、競技の結果。まあ、カズンさんが言うんだから間違いない。ドレさん多分見えてる。もちろんだよ、やってて分かってるもん。だって俺何回ドレさんってやってんのよ。こんなのあれだよ、あのドレさんとカズンさんの見たら分かる。そこまでバカじゃないよ。フックアッパーのみ、うん、かっこいいよねポリリンさんね、ポポリンさんか。そうフックアッパーだけ、要はストレートの差し合いしたらもう距離的に負けるの分かってるから、相手が高身長でリーチも長いから、だからもう入ることと交代はもう一切なし、入ることをよけ、頭振ること、かがむこと、あとはフックアッパーフックアッパーっていう、もう体格コンビネーションの、うん、そうフックアッパーだね。しかもショート、しかも ここの距離の、要はクリーンされた時のアッパーも教わったよ。要はここにねじ込むんだ、ガンって上げんの、こう組まれた時にグーってねじ込んでバンって、バンバンってよ。序盤の動画の序盤で教わった。ドレさんが見えてないわけないじゃん。ドレさん強いよ。ダメだね。最初の出だしのやつは良かった。要は最初の2コンビネーションぐらいは良かったの。出だしの10連打っぽいやつと次のやつ、だからその後はダメだったね。要はカッカカッカしちゃってるから熱くなっちゃって。グラン寝技もできるんだよ。でドレさんは実は寝技の方が得意だって言ってる。本人は一回も見たことないけど、ドレさんは寝技の大会で優勝とかしてるらしい、マスターズで。でもなんかそのボクシングも通ってんだよね、ジム4個通ってっかんね。マジだよ、あれだよ、あのボクシングジム、ムエタイのジム、寝技のジム、総合のジムで、筋トレ用のジムがそれにプラス2つあって、でアッカさんのジムを借りてるっていう。で雑談を毎日4時間やってんの。意味が分かんないでしょ。どんだけジム費だけで、だから10万ぐらいぶっ飛ぶんじゃないの毎月。30万あれば生活できるって言ってたね。なんとかギリッギリで30万あればなんとかなる。あ、1日1万稼ぎてって言ってたね。バイオリンやってないでしょ。嫌でしょこの体でバイオリン弾いてたら。絶対弾いてないでしょ。続けていかなきゃ、はい、一歩で満足しないで返さないで相手が、はい、何もしないで経験経験で30万でギリギリだって言ってたね。まあだって肉体の維持とかもあるでしょ、プロテインとかも飲んでんだから。プロテインなんか多分ドレさんの体だったら多分1万5000円はかかるよ。ザブ早っ。
やっぱね、やっぱこれお尻がすごいんだよ。なんかね、最近分かってきたんだけど、ボクシングって手のスピードじゃなくて足とね、腰のケツなんだよね。ケツと腰なんだよ。ブレないんだよね、そのプロの動きとかって。お尻がすごい。プロテイン高いね。まあ限界だよな、ちょっと。でなんかその日のコンディションとかもあるのよ。今日調子いいな、今日調子悪いなっていう。今日調子悪くなかったんだけどな、俺。俺は体力だ。ありがとうございます。花火ありがとう。はい、匿名さんありがとうございます。あざまーす。花火500円。ありがとうございます。そうで、日高さんってサウスポーなんだよ。日高さんずっと合わせて逆でやってくれてんだよ。ヒトラーさんおはようございます。おはようなの。かっこいいな、格闘家かっこいいな。ありがとう。5円ありがとう。バーガーありがとう。カオス、カオスなんか最近なんかね、放送やんなかったね。遊びにも来なかったな。女でもできた。脱力するだけすれば肩甲骨が勝手に出て手は伸びるから、今すごいパンチいいから、あれにだから足が混ざってくると、どっちを受けていいか分かんなくなるから、ボディとかもパンチ打てるといいんだけど、当たらなくてもいいから。あー、頭痛いんだ。安静にね、リハビリだからまだ全開してないだろうし。カズさん元気だな。カズさんすげえよ。そうだよな、12ラウンドとか戦うんだもんな。3分、よくよく考えると化け物だな、ほんと。3分12ラウンドか。何それ。多分最後の方とか記憶飛ぶんだろうな。ここだったら見えるでしょ。そう、ナイス、もう一回パパン、そう、OK、もう一回パパン、ここで印象付けます。そしてストレート、パパン、ワン、ツー、ワン、ツー、落ちるか、それと、パン、うん、右2回、右下2回、ドン、そう、パン、パン、そう、ガン、印象付けて、ガン、印象付けて、うん、ガン、上の方に。このも必殺技だ。右、はい、もう一回。これはプロでも避けられない。上向きながら沈んで、ガン、そう、そのすぐ上。やめてくださいよ、もう。沈んで、斜め。あのカズーンさんが思ってるよりも、あの僕の精神疾患重たいですから。カズーンさんは多分ね、あの1ヶ月間ハテナマークぐらいが浮かぶぐらい。あの僕あれなんですよ、発達障害って言って、あのコミュニケーションとか取るの実はすごい苦手なんですよ。アスペなんですよ僕。だからそういうのすげえ気にしいだから冗談聞かないですよ僕。カズーンさん冗談なのか本気なのか分かんなくなる。あと2週間で偏頭痛消える。あー、なんかツイートしてたね、なんかね。なんかノートは別にあれだよね、なんか持病であるんだよね、重たい偏頭痛。はい、 OK、 下見ながら OK、 もう一回行きましょうか。これ難しいんだよな、目のフェイント。やべ、こいつ下狙ってきやがるな。下に力入れないです、 OK。 ダメだな。3つ体が流れてる。もう一回、行きましょう。
腰なんだよそれ。近づいて腰だけ持っていけば大丈夫。いやへし。はい、オッケー。ダメだよ。腰。もう一回行きましょう、もう一回行きましょう。絶対当たる、絶対当たる。これは当たる。みんな、ダメ。ふぁ、そう、下向いて。ふぁ、そう、オッケー。最後、最後。最後、諦めない、諦めない。やるよ。ふぁ、そう、オッケー。いや、なんとなくわかる。トモさんいらっしゃい。楽しんでて。トモさんよろしくお願いします。ワードです。お世話になってます。Do it! つって。いやいや、前回の見てないからだよ。コークさん、前回の見た？ちょっと別の動画挟むよ。それね、これさ、前にさ、原田さんにもカウンターもらったけど、これね、何回見ても、俺ね、何回見たろう。もうね、先週の動画ね、100回ぐらい見てると思うんだよ。のんちゃん知ってると思うんだけど、寝る前ね、何回も見ちゃって。それ笑えるよ。トモゾウうっせえとか言ってね、ちょっと待ってね、待ってね、前回のやつ見ようか。これね、何回見ても俺笑っちゃうんだよね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これスローモーションで見るとめちゃめちゃ面白いんだけど、いくよ。カウンターこれだ。いくよ、見ててよ。首はじけ飛ぶから見てて、俺の頭。ワンツーいくボーン。これすごくない？多分ね、俺がやろうとしたのジャブ左フックだから、左の2連打を出そうとしてんのよ。左の2連打で、パンパンのタイミングのパンドンって入ってくんの。もうね、何されたか分かんなかったもん、これ。すごいでしょ？いや、笑うでしょ？漫画みたいに吹っ飛んでるでしょ？しかもこれタイミング合わせただけなのよ。タイミング合わせただけでこんなになるんだよ。プロボクサーのタイミング。これがカウンターってやつよ。触っただけでこうなんの。ほら。ここまで首吹っ飛ぶんだよ。これさ、もし仮にカズーンさんがさ、ちょっとそのなんつうの、やっちゃってくださいって言ってさ、これ多分死んでるよ。これ俺多分あれだよ、死んでる自信あるもん。なんだ、記憶ないの分かるでしょこれ、うん、すごい事故だよ。だから首4日間ぐらい痛かったもん、寝れなくて。ボーンって、そう。だからあまりね、皆さんね、チャンピオンクラスのプロボクサーを舐めたらあかんぜよ。以上です。あれ、こっちもスローモーションになるんだ。標準。いや、すごかったよ。頸椎マジで痛かったもん。頭も洗って、もうずっと頭痛がしてんの。酒飲んでたらやばかったね、この日はね。あれ、終わったの？多分ね、ドレさんとカズーンさんのスパーがある、この後。これ、勉強しないと。恐ろしい。元気？すげえ綺麗なピポット。何回も言います、ごめんなさい。いやいや、いやいや、本当に貴重な、むしろ、あれ本番でね、やられたら死んでますから。やっぱガードと顎引くっていう、これね、言ってた。もうね、これね、今回ドレさんが言ってた。これさーって、チームドレじゃなくて、これチーム日高じゃねえっつって本人が言ってたよ。俺出る幕なくなってきたなっつって、あ、分かってるんだと思って。俺だって全然ミット持ってないっしょっつって、日高さんとスパーリングやんの楽しくて、最後にちょこっとできたらいいやって、企画変えようぜとか言ってたもん、うん、ああそうですよね、カズさんね。まあやりたくなりますよね、うん、完全にもう日高さんから教わった方が強くなるっていうドレさんの判断は正しいよ。ドレさんそういうところが好きなんだよね。本物の人を見つけたら、この人から教われってちゃんとやるから、本人も強くなりたい人だから。
右のノーモーションのこれそうですよね。やってから緑行きましょうか。はい、遠くで一番遠くで、はい、よいしょ、 OK、 もっと腰を前に出しましょう、はい、日高さん、俺思うんですけど、まあこれ今度話しましょう。あの YouTube でなんか動画とかやった方がいいんじゃないですか。なんか思うんですけど、 YouTube で動画やったら再生数、なんか僕あのアメリカの動画とか見てるんですよ。ドレさんが英語バイリンガルだから、ドレさんから送られてきたピーカブースタイルとか見てるんですけど、日本人のジャブの打ち方とか全然ないんですよ。であのね、なんでかし、多分なんだけど、俺の予想、ボクサーの人が多分 YouTube とかそのネットのブログとかを書いてないんですよ。ただだからなんか日高さんが YouTube で基本のジャブとかガードはこういう種類がありますよとか、そうウィービングとかダッキングとか基礎的な部分だけども需要あると思いますよ僕。あ、全然全然僕、はい、チャンネル作って広告料とかも取れるんで、はい、なんかそう、なんか僕ら貧乏にいたんで、なんかそういう部分でなんかお返しできたら、そしたらなんかパーソナルトレーニングのねお客さんとかも来ていただく宣伝とかになったらいいなとか思ってて、もう全然言ってください本当にね、全然いいよ。それ参考にさ、フィットネスだってパーソナルトレーニングだから、女性の体作りとかさ、綺麗な体作りのプロでもあるわけだから、そのダイエットだから、ビリーザブートキャンプみたいなのとか流行りそうだよね。なんか超貴重だよこの映像。素晴らしい。右アッパー、右アッパー、左フックストレート、それから、うん、ねえ見たいよね YouTube あったら。アッパーフックストレート、てか俺も見たいもん。撮影して下にやったら当たりますよ。ねえ、配信、実はね、日高さん自身は配信者やるつもりないの。あのパートナーの方が実はやってるの。日高さんは教えてる映像をコメントとか拾わないで、女性の方がコメントを拾ってんのね。っていうで本人は配信者っていう感覚はないのよ日高さん。で俺ね、動画だったらありなんじゃないかなとか思ったりとかいろいろしてる。何かでお返ししたいなとか思ってて、ヨガやってる女子とかね、教わりたい人いっぱいいると思うよ。軽く乗ってきた。ねえ、教えてもらいたいと思うよね。右ストレート左フック、右ストレート左フック、もう一回右ストレート、もう3つだけ出しちゃいます。その右膝、はい、右膝、はい、なんだ、はい、今度喫茶店に行ってお仕事の話も、ヒカルくんの成長は、ヒカルくんが早いよコンビネーション。ヒカルくん、頑張れヒカルくん、辛いんだよここ。行き上がってる珍しく。カル君が疲れてるところなんかなかなか珍しいよね。でもすげえよな、練習後半でまだ打てるかな。でもさ、プロになる人ってこれを8時間ぐらいとかをさ、こう分けてさ、毎日やるんだよ8時間を。やっぱプロかっこいいよ。うん、いや捨て頃ね、頑張るよ俺、うん、みんなになんかこう応援してもらっててさ、カズーンさんとかにも、ドレさんにも、ヒカル君にも絆があるから、俺勝つよ、絶対勝つから。
ませんはい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 ニヤニヤしてるんで、ちょっと嬉しそうだな。やらせてくださいって。もちろん KO だよ。いやいや俺は勝つよ。何のために1年間やってきたのか意味わかんねえよ。俺は勝つよ。ねえ、すごい人格者だよね。なんか素敵なお兄ちゃん的な存在だし、かっこいいし、素敵な人がいるんだなと思った。東京にね来てね、こういう人との出会いがあると東京来てよかったなと思う。東京なんかこう寂しいからさ、なんかこういい人に出会うとね、東京来てよかったって思う。カル君ね、ちょっと捻挫しちゃったっぽいんだよね。よし、見よう。これは見応えあると。メガネ明るい方に変えよう。これでカズンさんの動きをよく見ないと。強い人は謙虚なんだよね、ラクラクさん。本当にそう。成功してる人、苦労してる人、世界で活躍してる人、本当にね謙虚。人格が伴ってない人でね、そういう人見たことない。成功する人でだ、辛い練習耐えてるから、その楽しむ喜びとかを知ってるんだよね、うん、いや分かるよね本当にね。トモさん、僕も本当に同意見ですね、うん、好きっすね、うん、で人嫌いの俺がこういうこと言うの珍しいでしょ。大体人の悪口言ってっかんね。カズンさん好きだわね。えだって強がる必要ないんだもん。マウンティングする必要ないんだもん。強いんだもん。いやだからふわっちでいろんな出会いがあってね、ここでもさ、こうやってたくさんの人、カズンさんから見てもらってありがとうございます。本当に本当出会い大事にしたいですね。あ、でも覚えておいてください。みんな僕クズなんで、あの大前提に人出なしだっていうことで、人出なしでも面白いと思った人はフォローしてください。ガードをしっかり上げないとスピードに負けてしまうので、しっかりガードを上げてます。そこに見てください。はい、あとスタートを持つお願いします。すげえ、こうやってやんだ。だから本当にちょっとなミリだよね。拳1個分だけしか傾かないよね。俺の動きがいかに無駄か。ガードしっかり固めて、ここでちょっとしか動かない。楽しそう。うわすげえ、左ワンツーボディーからで上狙うんだ。次だ、次上来る。違うか、下から組み立てるっていう。下をちらつかせて、こう。トレさんもジャブ早いよな。54かよ。最後6連打ぐらいしてたかんな。トレさんね、もう要はこの日のためにオナキンしてたんだよ。最高のコンディションでカズンさんとやりたいって。オナニー大好きなの知ってんじゃん。トレさんが、トレさんがオナキンするって、それ試合前のトレさんだからね。そりゃそうだよ。トレさんがコーナー背負うとかあんま見ないもんね。すげえ早い。ワンツースリー超勉強になる。カウンター狙ってる。うわー今のボディかっこいい。ワンツー左フックボディいいなぁ。綺麗だね。美しいよね動きが。ハートブレイクショット、ジャブ、フリッ
カージャブ、うん、ああチャンス見逃さない。すごいよね。いやいいね。なんかその、なんか54歳で青春してるドルさん素敵だよね。てかカズーンさんずっとリングにいてさ、これ疲れるよね。俺らへばってるけどカズーンさんが一番疲れるっつうの。お泣きにしてたっていうかもう好きなのよ。もうカズーンさんとスパーするのが楽しみなのずっと。でこれで終わりってやって、カメラ向こうだから。でこうやって終わった後もドレさんカメラ回ってないんだけど、こうやってヒカルくんこうした方がいいよとかで、だいたい10分20分ぐらい過ぎちゃう。あもう出なきゃっつって、もう10分過ぎてるよって。はい、皆さん見ていただいてありがとうございましたという感じでございます。今日の練習会、日高さん、ドレさん、ヒカルくんありがとうございました。すいません、ちょっと後半へばっちゃって、走ってた分ね、なんか今日は気合い入れてたんですけど、ちょっと悔しかったですね、正直。申し訳ないです。僕のこと応援してくれてる人は。絶対試合までに仕上げてくるんで、期待してください。はい。僕はやります。絶対勝つんで。見てくれてありがとうございます。ありがとうございます、カズンさん。残り、今日が11日だから、あと12日後にはリングですね。12日後。1週間とちょい。ありがとうございます。ラブさんもご紹介させてください。ですね、ラブさんがカズンさんのパートナーさんで、ラブさんの放送でやってるんですよね。なので、ラブさんの、フォローをすればいいのかな。ラブさんをフォローするとカズーンさんの、コーチが見れますので、ラブさんのねアカウントもぜひ注目してください。カズーンさんのアカウントでは放送はやってないみたいです。ラブさんの放送がカズーンさんの放送でもあるんで、女性の方で僕は声しか知らないんですけど、ラブさんが解説をしながら、教えてます。カズーンさんがぜひぜひ遊びに来てください。ただ僕クズですよ。クズでよかったら見に来てください。多分ね、トモさんが思ってる100倍ぐらいクズ人間なんで。ありがとう、たむたむいつも。うん。毎週金曜日8時から、俺の枠でやっております。あ、ごめんなさい。カズーンさんの放送でやってるみたい。ちょっとね、俺その辺わかんないから、カズーンさんとラブさんフォローしてたら多分、OK なんで。おー、ありがとう。あとね、ラブさん、ハート5個ありがとう。メアリーラブ、花火ありがとう。すいません、ラブさん。アイテムいただいたのにご挨拶遅れてしまって。あ、よく潜ってるんですね。全然コメント書いてくださいよ。うん。ちょっとでも、イラッとしたら、僕とレスバトルしましょう。不毛な戦いをしましょう。もうね、今日はでも疲れたよ、本当に。ヘッドヘッド。ね、小学生とか中学生とかの体育祭ぶりとかだよ。本当に。もうテカテカでしょ？今もお風呂入ってないのよ。のんちゃんご飯作ってくれて、ご飯一緒に食べて。で、いや、放送やりたいっつって。放送、ちょっとみんな待ってると思うから、放送させてって言ったら、のんちゃんがいいよって言ってくれて。ちょっと僕はね、シャワー浴びて、これから。湯船に浸かって、で、のんちゃんにちょっとマッサージをしていただこうかなと思ってます。はい、またね、明日も走るんでね、ぜひ、皆さんコメントで応援してください。それじゃあ、そろそろ終わりにしたいと思います。皆さん、見ていただいた方ありがとうございました。フォローしていただいた方ありがとうございました。ツイッター見たらわかるよ。トムさん、俺のツイッター見てみて。じゃあ、それじゃあ皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。捨て頃頑張るんで、ぜひ応援よろしくお願いします。第2試合です。お疲れ様です。